はようございます。笑顔ですか。ちょっと今日遅くなっちゃいましたよ。いや、今日病院連れてくるかな。今日行けなかったらもう捕まえられなかったら明日で勘弁してください皆さん。これね、もう本当にね、もうやることが多くて、自分昨日もう12時過ぎちゃって、12時半 FWT、 まあ三島さんとね、まあ大喧嘩する体でね、ちょっと三島さんにね、きっちり一発入れてやろうと思って演技したんですけど、まあ演技って分かってないでしょうけどね、頭悪いんで、 IQ 低いんで、まあ新しい始まりですから、常に僕は常に、要はね、人に興行を与えるっていうことなんですよ。今日シンドラさんが送ってきてくれた和尚の話なんですけども、全く愛嬌で言ってることと一緒なんだよね。人に興行を与える、インライトマンね。まあ誰でも仏になれるっていうことですよ。心に、愛があればどこでも涅槃はある。般若心経で言ってることなんですけど、誰でもね、エゴとかね、欲を捨てることができないわけですよ。親からね、本当にね、エゴを押し付けられてね、つまらない価値観でね、生きてきているっていうことをまず気づかないと。ある病院の先生、仲良くて俺髪切ってたんだけど、前僕の担当でね、僕が担当で。で、その先生言ってたんだけど、いやーもう旦那の、なんだ、お母さんからの洗脳解くの大変だったわよっていう、まあ頭のいい方だとそういうことを分かってるわけ。親の洗脳がすごいっていうこと。で、それを浄化するのよ。それには瞑想が必要だったりするんだけど、今の人って瞑想するのも難しいんだよね、落ち着いて。だったら一番瞑想に近いっていうのは、要はね、俺たち集中するのって難しいんで、ながらが一番いいんですよ。で、ながらで一番悟りを開けるのの境地をいけるっていうのは、瞑想なんですよ。瞑想とか整頓。整理瞑想って言うんですか？とにかく床拭きですね。ちゃんと四つん這いになって床を拭くこと、無心になっていろいろ考えながら、俺たちっていうのは要はリアリティを見てないんだよ。見たいようにしか見ていないわけ、現実っていうのをね。マトリックス見て気づいた人はわかるけど、あれ見ても気づかないやつっていうのは IQ 低いから、何がなんだか分かってないからね。あれブッダが言ってること言ってんの、陰陽の世界を言ってるわけ、あれ。まあ言ってもわかんねえだろうね。頭悪いから多分。てかみんな夢の中にいるのと一緒。自分が思いたいような夢の中にいてそこに住んでるの。誰でも。要は、まあ、和尚が言ってるようにね、その辺に木があったりね、家があったり、それは夢の中にいるって、それが夢ってことじゃないよ。そこには絶対に存在してんの、ちゃんと。目の前のものも全部だよ。ところがあなたは、現実をちゃんと見ていないってこと。ただのペンとしか見てないとか、ただのライトアートしか見てないの。深く見えてないの。現実を見えてないの。わかんねえだろうな、このモニター。わかんねえだろうな、頭いいから。頭悪いんだから、これ聞いて、100回聞いてください。100回聞けば、わかります。令和3年5月17日8時8分を回ったところでございます。100回日シリーズの時間がやってまいりました。ハッピーラッキークレイジージョーカーラクシン、今がそれです。とにかく主観こそ現実を作り出しているってことを気づいてください。今こそ、今がリアリティなんです。だいたい今に生きている人が少ないんですよ。要は過去に生きたり未来の夢だけに生きたり。でも、なんだろう。過去なんかも過去で終わってるし、過去に生きちゃダメですよ。あの人恨んだ。許せねえ。なんて、もう昨日のことは忘れるぐらいの勢いじゃないと、まあ、なんだろうな。自分の檻の中にいるっていうことだよ。まあ、お前らバカだからわかんねえだろうけどな。まあ、意識することだよ。気づくこと。もう完全さなんて絶対無理なんだから、人ってのは不完全なもんだから。じゃあ何になるかって言ったら、純真無垢でいることはできるわけだよ。純真で純粋でいるってことだ。とにかく人をね、説得させるたいならばだよ。アリストテレスが言ったように、ロゴス、パトス、エトスよ。あれ言ってること、ロゴス、論理ね、理論、ロジックで人を納得させるのは、この理論がめちゃくちゃだと、昨日のね、
ドラモンさんが三島さんに勝てないっていうのはね、いつも彼はね、頭がいいのにね、論理がめちゃくちゃなわけですよ。自分を嫌いだとか言ったりね、あとは自分で包丁を振り回したのに、ヒロさんをね、自分を棚に上げるところがあるって言ったでしょ、昨日僕の、クレイジーピエロはね、だから昨日多分聞いてなかったのかな、ドラゴンさんね。で、そのロゴス、パトス、次に何が必要かね、情熱、この感情ですよ、情熱ね、人を共感させるのは、感情移入させるのはもう熱意なんですよ。だからね、何言ってるか分かんないけど、なんか熱意に打たれましたなんていうのがあるわけだからね。で、次はあとはエトスって信頼なんだよ。この信頼ってのはもう好き嫌いだから、相手の、だから嫌われないこと。じゃあ好かれる人間ってどういうことかって言うと、自分を愛してること、自分を信じてること、徹底的に強いことだよ。強いんだよ。まあ、なんていうの、人間ってのは本能と感情が先に優先しちゃって、後付けで理由とか理屈ってつけんだからさ、何でも一回止まって、すべての物事をね、論理的に客観的に見る癖をつけないと、世の中は複雑に論理と感情でできてんだからさ、多種多様なわけでさ、まず人それぞれに価値観が違うしさ、まずは違いを認め、許容し合う。世の中を住みよくするのは、住みづらくするのも、自分ですから、まあ、肯定的か否定的かっていうだけの話なんだよ。要はね、もう暗いか明るいかっていうだけなの。プラス思考かマイナス思考かっていうだけなんだよ、もうね。見方だけなの。ね。なんだろうな。うん。ああ、そうなんだよ。要はね、なんだろうな。根が暗いから、まあ、陰湿なさ、LINE をグループ LINE で共有したりさ、2、3人委員会みたくね。根が本当に陰湿で暗いから、豚角煮限定定食みたいな番組をやって悪口を言い合う仲間を集って、一緒に豚になっていくわけだよ。ね、豚角煮定食みたく。で、そういうバカになり下がっちゃうわけ、同じ波動で。そいつらは、やっぱり同じ、業を背負ってんだよ。で、楽ちんファミリーに移ってきてる人たちってのは、やっぱ俺と同じ業で、やっぱり新しい始まりを、インライトマンになろうとして寄ってきてる人たちなんだよ。人に光明を与える。仏として、エゴやね、そういう自分の執着を捨てて、仏として人にね、与える優しさっていうの。要は人はね、菩薩として生きなきゃダメなんだよ。まあ、如来になるのは難しいから、如来っていうのはもうどういうことかって言うと、もう皆さんご存知のように釈迦如来って言って、一番上の、大日如来って言ってね、アファーとかね、言われる宇宙の中心ですよ。一番偉いの。これもうどういう世界かって言うと、まあ、マザー・テレサさんみたく、何にもつけないの。おしゃれしないの。でも俺たちっていうのは、菩薩としてね、おしゃれして、ギラギラの菩薩さんっていうのはおしゃれして、ジュエリーもいっぱいつけて、なら、楽ちんもジュエリーいっぱいつけてるでしょ？あいつは菩薩として涙流しながら、泣き虫菩薩として生きてるわけよ。人に光明を与えの、インライトマンとして。で、いつも自分はどうなりたいかって言うと、親から条件付けられた、そういうのに皆さん気づきなさいよってことを必死で言ってるわけよ。親に洗脳されなかった、子供時代からね、IQ が高かったんで。もうそういうね、権力者に戦ってきたわけよ、先生とか、そういうバカなね、大人たちと。で、そういう子供が、やっぱ変わってるわけよ。価値観も、普通の人と違うの。だからね、楽ちんとなんか喧嘩しない方がいいよ。勝てるわけないんだから。IQ が違うんだから、子供の時から。訓練が違うわけ。わかる？だからね、三島、お前はバカなんだから、かかってこねえで素直になれよ。学べ、バカ。アディオース、アミーゴ、良い一日をお過ごしください。じゃあね。愛してるよ、ホタテさん。